今この状態っていうのはすごく月が横に向いてるのではい。動かしにくいそうっすでね。す。ゆきとミまニマアプリ。リ。どうも、ゆきとまアプリの高野です。レイヤ君です。はい、お願いします。今日はシャトレーゼ小見に来たんですけども、この間野田さんから、コブのための聖地のオンラインレッスンをちょっと受けまして、今日はその練習をしていきたいと思います。はい、ちょっとオンラインレッスンの様子も先に流して、今日ズルドンですね、ズルドンを一生懸命練習していきたいと思います。ちょっとそんな感想を言っていきたいと思うんで、よろしくお願いします。はい。じゃあ、お願いしおま願いしす。ます。とりあえず、事前に送ってもらった動画があるので、はい。動画を今開きますんで、お待ちくださいね。はい。見えてますか？大丈夫ですか？ははい。い。恥ずかしいんですが、見えてます。そうしたら、まずは一回動画見てみようと思いますんで、動画流します。はい。いやー、我ながら恥ずかしいっすね。まあ一応、希望としては、すごくざっくり言うと、はかっこよく滑りたい。まあ特に足を閉じて滑りたいっていうことだったんですけど、い。はい、送ら他さにもせて何た。か気になるところとかありますか？そうですね、もう多分僕の中でも全体的におかしいんで、もうどこから直していいのかもわからないみたいな。とりあえず足閉じたいっす。足閉じたはい。いです。そうですね。そうすると、一番気をつけてやってほしいところを先に伝えておくと、は次のコブに、まあ、これでターン終わって、一番コブの深いところに入ってます。い。はい。うん、入っで、てる。コブ深いところに入ってて、これが、ちょっとずつこう動いていくんですけど、まあこのタイミングでは、で、足がある程度閉じれてた方がかっこよくなるかなと思うんですけど、そうなんです。そうなんです。今はさっきのこの深いところにいたところから、は次のコブに入るまでの、ここなんですけど、ここに向かって重心を移動させてってほしいですね。中心で、の移ス動。キーはい。は、急いで回そうとすれば振る。要は、ずらそうとすればするほど、閉じることが難しくなっていくと。と、あと、後ろに乗ってると、要は、お尻が落ちてきたりとか、後傾になってると、やっぱりこれも同様に、足が閉じづらくなっていきます。後傾と振る、そもそも振ることがダメだってことですね。振るのがダメっていうわけじゃないんですけど、はい。振るタイミングですね。振るっはい。ていうか、スキーをこう動かしていかないと、横向けないと、スピードは落ちていかないので、はい。振ることがダメなのではなくて、はい。振るタイミングの問題。なるほど。はい。なので、単純に言うと、振るタイミングが早すぎる。早い。はい。なので、重心の移動が起こらないまま、スキーがどん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 下に向かって滑っ、はす、あの、降りていっちゃうっていう感じですね。はい。あ、重心の移動をしてないってことですね。そうですね。が少ないので、ちょっとそれを踏まえて、一回、なるほもうど。一回はい通しで見てもらえればと思いますんで。はい。はい。あ、すいません。重心の移動ってのが、なんかちょっといまいちピンときてないです。重心は、はい。今、ちょうど止まってる位置でいくと、このウェアのはい。色が変わってる切れ目あたりに、人の構造上あるものになってます。まあ、おへその下ぐらいっていうんですかね。はい。ああ、はいはいはい。重心はい。が。で、そうですね。で、これが、
自分がスキー滑っていスキーが滑っていくところに一緒に動いていかないと、はい、うんうん、スキーに適切に力が伝わらない。適切にっていうのは、はい、スキーのトップ側もテール側もある程度力が全体的にかかる位置っていうんですかね、うん、はい、スキーがこうあった時に、例えば後ろの方に乗るとこう極端な話前が浮いてきますよね、はい、うん、これは見えてます？それは、はい、大丈夫です、はい、頭の中でも理解できます。乗ると前にが浮いてくるので、はい、こうなると、まあよく言う後傾っていうのですけど、うんうんうん、こうなると前の方には力がかかってない状態になります、はい、で逆に前に乗りすぎるとテールが浮くので、はい、うん、テールはすごいフラフラする状態になるし、うんうん、前が詰まりやすくなります、うん、はい、なのでここをグーって押して押したら全体がグーって下がっていくように、下にこういう風にとかこういう感じにならないように、うん、はい、っていうのが、適切な乗ってる位置、まあまあ俗に大体ポジションっていうのは多分皆さん前後で言うとこういうことを言ってると思います、うんうん、はい、でこれがスキーが進んでいくので、うん、自分がここに乗ってたとして進んでいって後ろにこういう風になっていっちゃうと、だん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 こう後ろがうんうん、テールが沈んでいっちゃう、はい、良くなりますっていう状態になるので、重心腰の位置、うん、まあ、腰の位置がこの辺にあるとしたら一緒にこうやって動いていきますよっていうのが重心の移動だと思っていただければ、うん、ああなるほど、はい、そこまでは大丈夫です。スキーの上にいるってことですよね。そうですね。でそれが前後だけじゃなくて横もってことですよね、はい、そうですね。なので、うん、僕コブはこう、はい、こういう状態であったとしたら、はい、なるべく縦に滑っていけば重心の移動は前後だけで済みます。確かに、はい、むしろ後ろっていうのはあんまり考えない。うん、なるべく、適切に次の方に次の方に向かっていくっていうイメージです。はい、なんですけどコブの深いところ、高いところをこう滑ろうと思うと、うん、重心はこう移動していきます、うん、こっち。なので、横だとスキーは進んでるので、うん、スキーが進んでるのに横方向に動いたら遅れていっちゃうので、そうなんですよ。そこで僕は足を出します。はい、それがダメですね。そうすると、はい、重心は残っているので、結果、後傾になっていくっていう。はい、そうなんですよね、はい、そこまでは分かっています。まあまあでもそうですね、原因そういうことはダメ、やっぱりダメなんですね、はい、了解です、はい、なので、重心の移動に関しては、うん、次の自分が行きたいところに向かって腰の位置が動いていってあげることが大事ですよと思っていただければ、うん、分かりました。なるほど。この辺をコブの頂点とすると、それで腰が動きながら越えていく。すげえ。裏側を捉えてコブが見えてきました。です。なので高野さんのでいくと、うん、ここでギューってスキンコブにドンって当たりましたと、はい、ここから切り返すときにもうここで多分左側の足を早くこっちに振ろうと、うん、そうそうそう、はい、そういうしてると思うんですけど、そうすると今この状態っていうのはすごくスキーが横に向いてるので、はい、動かしにくいそうっすね。です。まあコブなので起伏がある分だけスキーは動いちゃうと思うんですけど、うん、静止で言ったらここでスキーを左足を
動かそうって多分整地だと思わないと思うんですよね。うん、そうですね。これ明らかに逆エッジになるので、はい、すごく怖いタイミングだと思うので、うん、でもコブもできれば一緒で、ここからスキーを動かす前に少し重心が移動してあげる。うん、で、ここからスキーに力をぐーってかけ始める。はいはい。ああ、すごい。はい。このターンの後がすごいっすね。ああ。そうですか。はい、これ作れない。はい、ここから、ずーっとスムーズにずーっとずらしていってあげると、うん、力がかかりますっていう形に。なるほど。じゃあこのトレーニングをまず整地で、はい、してもらうと、はい、まあこれが言ったらズルドンってやつになります、うん、はいはい。なのでまずはちょっとさっき滑ってもらったところを、はい、まあ、ズルドンでちゃんと滑るっていうようなイメージで考えてもらうといいのかなと思います。はい。はい、で、最後に、ズルドンってどんな感じですか？コントロールしてるズルドンってどんな感じですかっていうのを見てもらえばいいかな。これ僕が。これどこですか？なんか、シャドウ描くないですか？今ちょっとズルドンをやってきたんですけども、ちょっと動画を見たんですけど、まあ、個人的な感想としてはなんかやっぱコブを滑るためなんですけど、ちょっと横移動が多すぎるんで、もうちょっと縦に降りれるように頑張りたいなっていうふうに思うのと、あとはやっぱりちょっと足が開く瞬間が結構あるので、そこをやっぱ開いてると、開く瞬間はやっぱり後傾になってる瞬間、谷側じゃあ 山側に残されてる状態になってる可能性が高いので、そこをしっかり次に進むところを、意識してやってみたいと思います。はい、難しいですね。できてた？できてると思います。今思い出したんですけど、野田さんから、外足がピンとしちゃうみたいな感じに、外足がピンとしちゃってるので、逆に練習ではもう外足の右足をこう曲げて外足に近づいていくみたいなっていう風にって言われたのを忘れてました。ちょっとそれを意識してやってみたいと思います。はい、ということで、ちょっと膝を曲げてというか、体を外足に近づけてしっかり板に体重を乗せて、まあ、ズルドンを意識したんですけど、ちょっとなんかうまくいかないなって感じなんで、ちょっと頑張ってまだ練習していきたいと思います。まあ、高野、またオンラインレッスンで、はい、ちょっと頑張ります。人に頼る。はい、では私高野がテクニカル今シーズン目指しますんで頑張ります。よろしくお願いします。
おお。